すごい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 。こんにちは、かおさんです。だいさんです。はい、お久しぶりでございます。お久しぶり。はい、今日はですね、かおさんが最近ゲットした冬の商品を試してみたいと思います。で、この商品はじゃーん、なんですかこれは。これね、ムーモっていう商品なんですけど、ムーモ、はい、菊池亜美さんとか、まあ、某有名人がたくさん使ってるってよくあの YouTube のね上でね流れてくるね、あの除毛剤なんですよ。で、なんかね動画とか見る前に大体流れてくるじゃないですか。なんとか先輩、私の好きななんとか先輩とキャンプで一緒になってしまうみたいなね、こういうあるんですよね。そしたら絶対あいい雰囲気になって、私のなんとか先輩といい感じ、あれなんか今砂が当たったよみたいなことを言われてね、あ、なんで処理してなかったの自分みたいな感じのね動画が流れるんだけどね。何その流れるんだけどね、漫画チックなやつね。そうそうそう。で、動画でやってるんだけど、まあ、実際どうなのかと、まあ、別に他のね除毛剤と、ね、変わらないんじゃないかということでね、今日はね、あの第3のもじゃもじゃの足を使って、まあ、ムーモで除毛剤でこれやった時と、普通のカミソリで剃った時と、まあ、伸び方とかね生え方とかね、まあどんなもんかということで、はい、やってみたいと思います。はいはい、それではお風呂場にやってまいりました。トゥルトゥー、ダイさんがなんかチョコンで座ってるんやけど、はい、これからですね、じゃムーモを塗っていきたいと思います。右足にムーモね、チムーモ、うん、で左足はカミソリで剃ります。はい、でカミソリを使ったのとムーモを使ったので、まあ、毛の生え方とか伸び方とかを見ていきたいと思いますが、よろしいですか。はいはい、じゃあどうする、濡らしていく、濡らしていきましょう。はい、まず手に取って、これも濡らさんでいいの、濡らさんで、あ、濡らす、濡らすか、ちょっとちょい濡らす。どのぐらい取ればいいのか、1、2ミリって書いてなかったっけ。1、2ミリ、ちょ、こんなもん、1ミリの厚さになるぐらいに塗る。あ、塗りまくるってこと。そう塗る。ちなみにこれラベンダーの香りで全然臭くない、ツンとした匂いがしないっていうあれなんだけど、どう？ラベンダーの匂いするわ。する？うん、するする。まあ、そしたらいいんじゃない、手洗い流しましょうか。はい、じゃあこんな感じでね塗ったので、5分から10分ぐらいね置いていきたいと思います。あ、足振ってた。はい、ということで今10分経過しましたので流していきたいと思います。本当になくなるんでしょうか。じゃあ、いきます。はい、3、2、1。全然だ。全然おるけど。あ、でも。あー、おらおらおら。すごいすごい。すごい。感じです。まあ若
果やっぱさムーモンの方がプチプチしてるよね現状。こっちの方が今はさ、うん、まあ綺麗に剃れてる感はあるのかな。そうだね、ここら辺とか結構わかるかな、うん、あー色ね。じゃあまた1週間後だね、伸び具合をね1週間後見て、うん、もしかしたらこのままかもやし逆転してるかもしれん。そやな。じゃあまた1週間後撮っていきたいと思います。はいはい、ということでムーモン使ってから1週間が経ちましたっていうところなんですけど、なんやかんやもう1ヶ月ぐらい経ってしまいました。1ヶ月経っちゃいました。じゃあまあ、1ヶ月経ったところで、まあ、ちょっとどういう感じになってるか撮影していきたいと思います。はい、ムーモン使ったのどっちだっけ。ムーモンがこっち、こっちがムーモン、こっちがカミソリ、こっちがカミソリ。結論は同じです。同じ、生え方は一緒ですね。うん、まあ、ムーモーだからといって完全になくな、1回で完全になくなるってわけじゃないですね。なんか薄くなる感じはないよね別に。うん、あ、そうやね。はい、まあ結果一緒ですっていう感じだったんだけど、使った感じインタビューしていきたいと思います。まずどうですか、伸び方とかは。伸び始めも生え方も一緒ですね。一緒。なんかムーモーの方は美容成分が入ってて、なんか肌がスベスベするっていうような感じのことを広告で歌ってたんですけど、それはどうでしたか。カミソリで剃った方は、まあ、いつも通りこう、まあ、普通の、まあ、乾燥したというかちょりった感じ、ちょりった感じで、ムーモーの方はすごい保湿されてこうツルツルしたみたいな感じ。あで、だからもうこの手でこう触った感じが全然違う。まあ、肌を傷つけてないのか、こう保湿されたのかちょっと分かんないけど、うん、なんかこう傷ついてない感はありました。1週間以降はほとんど一緒です。です、一緒です。あとまあ本当にこう何回も何回もやるなら差が出てくるかもしれないです。そうですね、まあ、続けたら薄くなったりするのか。というわけで今回はダイさんがムモを試しみました。はい、今回の動画気に入った方はチャンネル登録と高評価お願いします。カオさんでした。ダイさんでした。バイバーイ。